皆様こんにちは。フルータンのミュージカル奏奏者の斉藤舞香です。はい、京都のね練習から帰ってまいりました。くたびれました。今日もね11時18分を回ったところですね。はい、こちらはね昨日ね友達に見せてもらって、やっぱりこれあったら便利で欲しいよねと思った楽器です。4つ折りのピアノですね。非常にねコンパクトで持ち運びはいいんですけども、実際に音をね鳴らしてもらうとまだちょっとね中音域とかでね響きの問題と、あとなんか実際に行くとなったら鍵盤がねちょっとねやっぱり浅いの浅いわけなんですよね。で少し弾きにくい指骨がいるよと言ってました。音以外はなかなかねいい感じでですね、音のちょっと割れみたいなものが欲しいなと思うんですけど、いずれねこう進化していってくれてこれぐらいのコンパクトなピアノで、それらしい音が出るようになったらすごくね便利になるんじゃないかなと思ってます。四つ折りってねよく考えたなと思います。で、まあ、あとは弾く台ですね。なんか安定したところでないとやっぱり音にまあムラが出たりとかするっていうところがあるみたいで、まあ、今後の課題なのかなと思ったりします。ずっとね噂になってたね88件のね四つ折り折りたたみピアノ、なんかあったら便利なのでついつい欲しくなっちゃいますけど、実物見れてねすごく良かったです。もうちょっと進化したらひょっとしたら欲しくなって買っちゃうかもしれないんですけど、さて、今日はねまた雨がずっと降ってましたが、皆様いかがお過ごしだったでしょうか。今日もあと残り数十分となりました。毎回ここのところね、動画アップ間に合うのかなハラハラとしていますが、昨日のね、合わせは、17年ぶりに、再演する演奏のね、はい、まあプログラムなんですけれども、その時のねメンバーの写真がほろっと出てきました。ちょうど同じぐらいかな、もうちょっと後かな、アンサンブルね組んだ時のね、はい、若かりし頃の私たちです。なんか橋が転がっても笑うっていうのは実は17年経ってもまだ変わってなくて、相変わらずキャラキャラ笑って出たりとかするんですけども、みんなだいぶ夜に弱くなってきました。昔は結構ね遅い時間までね合わせしてても元気だったんですけども、だんだんとね電池切れになることが多くなったりとかします。私以外のね2人はね実はあんまり変わってないですね。私がだいぶね年取ったなって感じはするんですけれども、この時の感覚を思い出しながらね6月の本番っていうのはね、はい、またキラキラと3人輝けるように頑張りたいなと思っています。6月9日ね、こちらのコンサートのご案内もまた近くなったらさせていただきますね。それでは思い出の写真とともに皆様またね。